どうもー、ヤです。ピンポン。はい、今日はですね、9月27日が私のお母さんの誕生日だったんですけど、去年はいろんな3個くらいコスメを買って箱に詰めておめでとうって言ってあげたんですけど、プレゼントがちょっと用意できなかったので、去年よりも素敵なプレゼントってなんだろうと思って、手作りってやっぱ一番嬉しいじゃないですか。手作りと手紙って一番嬉しいと思うので、今日はお母さんの大好きなチーズケーキを手作りで作っていこうと思います。はい、お母さんちょっとフルーツがアレルギーで食べれないので、ショートケーキとかそういう感じではないんですけど、チーズケーキが一番好きなので、ケーキの中ではチーズケーキを手作りで作っていきたいと思います。それではレッツラゴー。はい、まず最初に材料を説明していきたいと思います。クリームチーズ 200g、 市販のクッキー 100g 程度、バター 50g、 砂糖 70g、 プレーンヨーグルト 150g、 生クリームが 150g、 レモン汁大さじ1、粉ゼラチン 7g、 水大さじ2用意してください。はい、まず私は今回マリーのクッキーを使っていくんですけど、ジップロックにクッキーを入れて砕いていくんですけど、まずクッキー 100g を測っていきたいと思います。はい、こちらね、 100g です。これをジップロックに入れて砕いていきたいと思います。粉々に、ある程度こうでっかいもので潰したら、手で私は潰しに行きます。見て、めっちゃ粉々、見てとか言って、超粉々。はい、もう OK じゃない。これは 50g のバターをチンして溶かして、これをこの中に混ぜてよくなじませます。はい、全体が同じ色になったら型に敷き詰めていきます。おお、ティドン。バターです。違うね。クッキングシートを周りに敷きました。その上にね、このさっきもみほぐしたものを敷き詰めていきたいと思います。はぁ、ひなたこ結構今回頑張ってるんじゃないの。思う、結構頑張ってる。めっちゃいい匂い、食べたいこのクッキー。クッキーを敷き詰められてギュッてしたらですね、土台はこちらで終了でございます。ちゃんとこうやってても動かないので、1ミリも。クリームチーズ 200g をレンジで1分間チンしましたら、クリーム状になるまでよく混ぜていきたいと思います。持ってもいいですか。うん、見えなくなっちゃった。ちゃんと今混ぜてるんで。あ、こすれか。クリーム、こうね、クリーム状に混ぜたらですね、砂糖 70g をまた測って混ぜて、もう一回また混ぜます。はい、 70g 入ったので、結構これ砂糖結構多い、混ぜていこうと思います。はい、次はプレーンヨーグルト 150g 入れていきます。まあちょっとすくえばいい。うわい、これはいただきましょうね。で、150g 入れたので、まだ混ぜていきたいと思います。 OK です。生クリーム 150g、 レモン果汁を大さじ1入れていきます。大さじ1、うん、量が多いよ。はい、こちらはですね、水大さじ2、粉ゼラチン 7g をレンジで30秒くらい温めたものです。これをボウルに入れて混ぜていきたいと思います。よし、いいんではないでしょうか。はい、ではね、今まで頑張って作ってきたものをこの中に流していきたいと思います。あ、すごいな。イエーイ、こんな感じで流し込めました。本当はこれを冷蔵庫で 2,3 時間冷やしたらもう全然大丈夫なんですけど、 2,3 時間待ってしまうとね、もう時間があれなので、今日は固めて1日待ちたいと思います。それでは後日、バイバイ。はい、1日経ちました。凍っております。ちゃんとめっちゃいい感じです。これをね、型から取ってこの上に置いていこうと思います。外します。これ最後どうやって出すんだろう。
ありあり来たべ。お、うまくない？はい、来た。はい、ママにね、お持ち帰りするプレートに移し返しました。はい、これからね、これにデコレーションしていきたいと思います。ママフルーツアレルギーなので、マカロンをね、いちごとかそういう感じの代わりにね、のせていこうと思います。私のマネージャーさんはセンスの魂なので一緒にデコレーション塊かセンスの塊なので一緒にデコレーションしていきたいと思います。マネージャーさんとデコレーション、こういう感じで、いい感じ。ホイップで周り固めても可愛いかも。難しいですね。私一瞬パティシエになろうと思ったんですよね、ちっちゃい時、夢だった。かわいい、いいと思う、かわいい。やったね。あなたって人はどんな人さんなの。これ失敗した時にあるし、頑張って、いけるかな。あ、でもいいと思う、手作り感がね、うん、あ、いいと思う、いいよいいよ、手作り感はあるよ。まあまあまあ、まあ、かわいいですよ。あ、待ってください、もう一回書いていいですか。いいよ、カタカナの方が簡単か。うまい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 。あ、いいんじゃない、いい感じいい感じ、それでいこう。あとハート失敗しなければ。本当に見えないけど、まあまあまあ手作り感はありますよ、ほら。ハートがやっぱちょっとね、難しかった。あ、いい感じ。いや、とりあえずこんな感じです。え、これどう思います？あ、いいかも、かわいいかわいい、カラフル、完成しました。はい、これをこちらの箱にね、入れて持って帰ってお母さんにサプライズしたいと思います。喜んでくれるかな、マイマザー。では帰りたいと思います、バイバイ。はい、今ですね、お家に帰ってきたんですけど、お家に着く前に加藤に LINE を送ったんですよね。お家着く頃に LINE 入れるから、玄関にライター持って、こっちでケーキと花用意するから一緒にママにサプライズしようって言ったらね、まさかの寝てて連絡つながらなかったので、今から一人でやりたいと思います。今ここお風呂場なんですけど、そこにキッチンとつながってるので、ここでケーキに火をつけたいと思います。よし、はい、着いたので聞きたいと思います。これ一人じゃなくて、ハッピーバースデーとユー。あー、そう、これ、うん、手作り。わー、すごい。もうすぐ消してください。せーの、イエーイ、おめでとう、ありがとう。ハートおかしくなっちゃった。全然可愛いよ。わ、すごい、チーズケーキだ。そう、ありがとう。はい、おめー、あり、食べましょう。かわいい、食べましょう、これ。うん、はい、そしてこちらお花です。これにお金使ったの。今日もらったお金。おランズ。はい、どうぞ。ありがとう。はい、じゃあ抱負を。抱負？私の抱負。私の抱負は楽しむこと。楽しめたよね、この梅雨。横浜めっちゃ楽しんでるよ。いただきます。うん、美味しい。普通に、うん、普通に美味しい。でも少し低すぎる。え、私にしては上出来じゃない？うん、美味しいよ。やーい、ありがとう。大成功。